はい、皆様お疲れ様です。シチュワンです。今日はですね、12月2日のですね、深夜となっております。まあ、いくつかですね、ニュースの方がありまして、結構ね、面白い内容となってますので、お伝えできればなと思います。まずですね、購入にビットコインを使用する準備ができているペイパルユーザーの 65% ということで、まあ、みずほのデータがね、出ているというふうにありますね。はい、ユーザーのね、ほぼ 20% はアプリの助けを借りずに、すでにビットコインね、取引していますということで、はい、記事がね、載っておりました。はい、内容としましては、PayPal ユーザーの5分の1はすでにビットコイントレインに参加していると。もう載ってますよと。はい、いうことですね。あと、ビットコインの記録破りのラリーの主要な触媒ですね。はい、というふうにありまして、まあ、ペイパルユーザーの間でね、ビットコイン流行ってますよということですね。12月1日に公開されたみずほセキュリティーズ USA が実施した、まあ、独自の調査によると、ペイパルの3億4600万人のアクティブユーザーの 65% がペイメントの巨人によってサポートされている。まあ、世界中の約2800万の商人での購入に暗号通貨を使う準備ができていますということで、はい、載っておりますね。はい、まあ、こういう感じでですね、まあ、事実は暗号通貨が実際、実行可能な支払い手段として機能することはできないと信じているビットコインの、まあ、批判者に直面していますということも、あるということですね。はい、みずほがですね、こうデータ出しているということで、載っておりますね。はい、まあ、ツイッターでですね、この記事が載っております。まあ、ペイパルとスクエアが顧客の取引を容易にするためにビットコインを大量に購入しているため、ビットコインがリッピングしていますということでね。はい、まあ、現在ですね、ビットコインの方価格200万ね、超えたり、切ったりという形でですね、まあ、現在超えているという形になっております。アナリストジャック、ビットコインの交付に基づく現在の見積もりを 35% 上回る株価目標ということで、見直しをね、されているのかなという感じでですね、載っておりますね。はい、みずほね、こういう形で載っております。まあ、ペイパルユーザーの5分の1はすでにビットコインにね、参加しているということでね、はい、10月21日に、まあ、正式に発表された新しい暗号通貨サービスをすでに試していますということで、20% の方はですね、まあ、積極的に試しているという形ですね。ペイパルのね、全顧客の約 20% といったら相当なね、数の、ニーズかなというふうに思いますけどもね。ペイパルの3億4600万人のアクティブユーザーの、65% がっていうことも書いてますので、アクティブな人だけでも3億4600人というね、非常に大きな、顧客ということになりますね。はい、まあ、こういったことでみずほですね、ペイパル株の目標をね 25% 引き上げたというふうにありまして、はい、まあ、非常にですね、前向きなみずほのね、まあ、修正があったということですかね。はい、目標修正ですね。まあ、こんな感じでですね、まあ、他にもですね、ペイパル暗号通貨サービスはコインベースを含むほぼ全ての主要取引所で24時間の間に到達した最高値を記録するようにビットコインをプッシュすることで広く認められたというふうなこともありますし、まあ、大手暗号ヘッジファンドのパンテラキャピタルですね、はい、ペイパルが新たに採掘された全てのビットコインの 70% をすでに吸収していると、まあ、推定しているということで、書いています。はい、まあ、ビットコインとは別にペイパルは、まあ、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコインも提供しているけれども、やはりね、一番ビットコインがですね、まあ、注目されているという形ですね。はい、他にですね、投資のね、巨人アライアンス、バーンスタインは、ビットコインが投資家のポートフォリオに 役割を果たしていると、述べていますということでね、まあ、これも12月1日の記事になってますね。はい、ニューヨークを拠点とする、アライアンスバーンステインのリサーチ部門は、6310億ドルの運用資産を持つ、グローバル投資マネージャーであり、投資資産としてのビットコインに関しては、心変わりしましたというふうにありまして、まあ、多くのですね、方が、
まあ、今まではビットコイン否定派だったわけですけども、まあ、それがですね見直されているということがですね、まあ、言えるのかなというふうにね思います。そういったね、まあ、動きがあるということで、まあ、誰かがね、言ってましたけども、はい、まあ、そういう、まあ、否定的な方たちが、まあ、多くね投資家いるわけですけども、まあ、否定しながらもですね、そこで仕込んでいた人もいるんじゃないかっていう人もいてですね、はい、それでまあ仕込みを終えた段階で、こういった、表向きにはですね、まあ、心変わりしましたよっていう感じでですね、言われている方も中にはいるんじゃないかっていうふうにね言われた方いましたけどもね、まあそれもね一理あるなというふうに思います。はい、まあそれもね投資の手段の一つなのかなというふうにね、思いますね。はい、まあここに書かれてますけどもね、パンデミック後の政策環境、債務水準、投資家の多様化、オプションの変化は資産運用会社が少なくとも長期的には資産配分においてビットコインが行うことを認める役割を担っていることを意味しますというふうにね、書いておりますね。はい、まあ、ビットコインの、ね、価格の変動性の、ね、大幅な削減により、まあ、価格価値、価値の保存と交換の、ね、媒体の両方として、まあ、魅力的になると述べている。まあ、今ですね、まあ、ボラティリティとしてはね非常に、まあ、まだ乱高下あるわけですけどもね、年々ですねそのボラティリティもですね、狭まってきているということでですね、まあ、傾向としては、なっているということですね。まあ、それによって、まあ、なぜボラティリティが少なくなってきているかというと、やはりビットコインに、ね、投資している方が多くなってですね、保有される方が多くなってきているっていうのがやっぱりあるといったところで、はい、まあその時価総額が上がるごとにですね、そのボラティリティもですね、狭まってくるということで、まあ、こう安定したね資産になりつつあるんじゃないかなというふうにね思いますね。まあそういった背景もあって、いろんな、ね方、まあ投資、まあヘッジファンドとかですね、まあ、いろんな 大きなところがですね、まあ、そういった形で、見直しを図って、来ているというふうに思います。はい、まあ、こういった形ですね。はい、暗号は合法である限り、資産配分の場を持っていますと、彼は言ったとありますけども、まあ、最終的にね、まあ、暗号通貨の、毎月の収益に応じてビットコインポートフォリオの 1.5% から 10% を構成できることを、まあ推奨しているということでね、はい、書いておりますね。はい、ということでね、最近、まあ、こういった、ビットコインがね、まあ、上昇しているだけでなくてですね、はい、まあ、そのブロックチェーンっていうね、内容を、まあ、認知がね、されてきたんじゃないかなということでですね、はい、まあ、金より、まあ、ビットコイン買いだというふうなね、方も出てきてますので、はい、そういったことで、まあ、ビットコインね非常に、今後もね上がってくるんじゃないかなと思います。はい、ですね、この記事もですね、まあ、ツイッターの方でも結構ね、皆さん注目されている記事かなと思うんですけども、ビットコインのラリーがウォール街に拍車をかけ、金の未来に疑問を投げかけるというふうな、記事がね、ありましたよね。はい、まあ、これを見ていくとですね、はい、まあ、金は本当に過去の世界とベビーブーム世代の安全な資産でしたと、まあ、過去形ですよね。はい、元商品ヘッジファンドマネージャーであるジャンマル・ボネファスは、暗号投資家になりましたと、現在ビットコインのような、まあ、自動化された資産にとって代わられていますというふうなね、ことも言われていますと、まあ、JP モルガンですね、のアナリストによると、ファミリーオフィスなどのファンドは金の上場、投資信託の、保有物をデジタル通貨で売却していますと、はい、いうふうにありますね。まあ、地銀、に、まあ、裏打ちされたファンドは、11月6日以来ですね、50億ドル相当の、93トンの、金属を、落としたとありますよね。はい、要は金を売ってですね、金とかね銀をね、まあ、全て売ってビットコインに買いましたよとかね、まあ、いう人たちがね増えてきてるんですよね。はい、まあ、それがなぜかと言われると、やはりね、ビットコイン、
まあ、デジタルゴールドと呼ばれるね、まあ、次なるですね安全資産として認められてきているというふうな動きかなというふうにね思いますね。はい、まあここでもですね、まあ、デジタル通貨でまあ投資を販売している、コインシェアーズの投資ストラテジストである人ですねが、ビットコインの時価総額は、まあ、現在金の 3.1% に過ぎませんと、それが 5% に、ね、増加した場合現在の、約1万8700と比較して、まあ、3万1300ドルの、ね、価格を、ね、意味すると、彼は、推定しましたというふうにありますけどもね。はい、ビットコインは、信頼できる価値のあるストアとしての、地位をね確立していますというふうに、バターフィル氏は述べていますということですね。はい、まあ、ビットコインですね、誰にもですね、操作されないね、改ざんされないものになってますのでね、まあ、非常に安全な、投資先としてもですね、魅力があるのかなというふうなところですね。まあ、金よりもねビットコインの方が安全だと思われているということで間違いないのかなと思いますね。はい、まあ、世界最大の資産運用会社にファンを見つけましたというふうなことで、まあ、ウォール街での魅力が高まっている証拠ですということでね。はい、ブラックロック社の債券の最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、最近のインタビューでミレニアル世代の需要と交換手段としての強さに支えられて、まあ、通貨はここに留まると語ったと。ビットコインの取引は金の延べ棒を渡すよりもはるかに機能的ですと付け加えたというふうにありますね。はい、まあ、こういう動きですよね。はい、残高ゼロ以外のビットコインウォレットっていうのもね年々増えてきているってことでね。はい、まあ、非常に、まあ、上昇している、まあ、トレンドですよね。はい、まあ、非常にねこの記事ね、はい、まあ、じっくりね読まれるといい。ブルームバーグのね出してる記事ですけども、まあ、非常に内容がですね素晴らしいなというふうに思いますし、まあ、根拠もねしっかりね書いてますといったところですよね。はい、数年前はですねビットコインなんかそんなものって言われてたぐらいですね、まあ、ひどかったんですけど、はい、まあ、現在ね、ペイパルとかね、まあ、大手のね会社がね、こぞってですね、まあ、ビットコインね買ったりね、まあ、しだしてですね、非常にもう見方はねかなり変わってきてるといったことになると思いますし、まだまだね市場が小さいわけですので、はい、200万と1ビットコイン200万という価格はですね、これをね高いと見るのか安いと見るかっていうのはね、まあ、長期で見たらですねどうですかというところになってきますよね。はい、はい、まあ、ロシアのね、ズベルバンクっていうところですね、デジタル金融資産を購入するためのプラットフォームを確立する準備をしていますということで、まあ、いろんな国がですねこういったねまあ、デジタル金融資産について、まあ、準備を始めているということに、なってますね。はい、この記事もですね、非常に興味深いです。シンガポール、3番目大手銀行ですね、仮想通貨カストディの構築を検討かというふうな、記事がありますね。はい、3番目の大手銀行ですよね。はい、非常に、大きい、銀行になってきますけどもね、まあ、そこがですね暗号資産のカストディに、ね、関するソリューションの構築を検討しているということでね記事になってますよね。はい、まあ、求人ページとかでもですねその VP クリプトセキュリティ管理者を募集しているということで、まあ、そういった方向で、まあ、動きがあるといったところですよね。まあ、応募者は、ハードウェアセキュリティモジュール、暗号基準、暗号鍵の生成、決済ネットワークの基準、トークン化の仕組み等分野に関する明確な理解と経験を持つ必要があるということで、まあ、そういった人材がですね非常に求められているね、状況になっているということですね。はい、まあ、銀行システムにおける暗号ソリューションに当たる可能性もありというふうなことで、まあ、必ずしも仮想通貨に限るわけではないということなんですけど、はい、まあ、こういったね動き、デジタル化の動きは間違いないということですね。仮想通貨に対する、まあ、需要
は伝統金融にも浸透しつつあるということで、はい、まあ大手の銀行、まあシンガポールだけじゃないんですけどもね、スイスとかね、まあ、いろんなところがですね、もうね準備を始めているわけです。はい、まあデジタル通貨っていうね、国の通貨が発行されるっていうのもね、世界で非常に展開されてますし、まあ、中国を筆頭にですね、やってますよね。はい、まあ、デジタル化というところに、やっぱり向かっていっていると思いますので、まあ、その中ではですね、はい、まあ、もちろん、ビットコイン、も、ね、まあ、安全資産として見られてますので、はい、まあ、そういったこともまあ含め、まあ、対応してくるのかなというふうに思いますね。はい、まあ、その、まあ、ビットコインもそうですし、デジタル通貨もそうですけどもね、まあ、そういった通貨がですね、まあ、今はね、いろんなね、ブロックチェーンが、ビットコインのブロックチェーンとか、まあ、他の国のデジタル通貨のブロックチェーンとか、まあ、様々ですね、ブロックチェーンにもですね、種類が、あってですね、まあ、そういったものをですね、直接交換できないので、まあ、今取引所とかをね、使っているわけですけども、はい、まあ、そのいつも言ってるですね、コスモスっていうね、プロジェクトの技術っていうのはですね、そのブロックチェーンのですね、種類が、どうあろうがですね、まあ、それを交換できるようなね、技術を提供し始めているということですので、まあ、非常にですね、そのビットコインとかね、仮想通貨だけじゃなくてですね、他のね、デジタル資産、デジタルアセットですね、まあ、それからね、まあ、その銀行が発行するね、デジタル通貨とか、国が発行するデジタル通貨なんかもですね、すべてですね、同じ土俵で、まあ、取引ができてしまうっていうようなね、技術っていうのがですね、やはり今、開発されていますので、まあ、いずれは必要になるわけですね。まあ、そういったことでね、かなり加速して、もう使われ出していると。そしてもう最終段階に入っているということですので、まあ、やっぱりコスモスの技術っていうのはね、見過ごせないわけですね。はい、ということで、いつもねおすすめしている、コスモスですね、に関してもですね、まあ、動画の方が、いくつか撮ってますので、またそちらを見ていただけると、そのことについても分かると思います。はい、ということでね、200万、ビットコイン突破しましたけどもね、まだまだ、こんなもんじゃないというふうに思いますし、まあ、金打ってですね、銀打って、ビットコインに変えるって人もね、出てきてますので、非常にですね、これから、まあ、トレンドとして、上昇していくんじゃないかなというふうに思っています。はい、ということで、本日は以上となります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。失礼いたします。